はい、どうも、リントでーす。台風、やばーい。音聞こえてるかな？このマイクだから、ちょっと音的にはあんまり聞こえてないかもしれないんだけど、こっち側がね、すぐ窓なんだけど、やーばい。多分、そっか。今撮ってるやつでいくと、こっちが窓か。ドラキー側が窓っすね。そう。って言っても背景は静止画なんだけどね。いやー。ちょっと、早めに今日は帰ってきて、仕事から。で、早めに寝たの。帰ってきて、あらかた家事やって、食器洗ったりとか、あとは服たたんだりとか で、ご飯作って、今日はね、冷やし中華を作って食べたのね。で、冷やし中華食べて、で、お風呂にゆっくり浸かって、で、風呂上がった時が8時半とかだったかな。で、いつもの日課でよく見てる YouTuber さんの YouTube の動画を少し見て、で、今日いろいろ、動画の準備だけをして、でも今日ちょっと撮る元気がないから、一旦、マジ？風で すごいね、風で家が揺れてます。怖いよー。で、動画の準備をしてて ね やばくない？マジで言ってんの？あ、さっきより良くなった。で、怖い。動画の準備をして、で、撮影できるような形をね、作っておいて、で、自己紹介動画をね、マシュマロもいっぱいもらえたので、あ、みんなマシュマロありがとうございます。とても嬉しい限りでございます。ほんと、ありがとうございます。で、そう、マシュマロのね、編集しやすいように画像を保存して、で、その画像を、こう、はめ込んだりとかっていう準備をしたりとか、軽く動画だけ撮ってたやつを軽く編集したりとか、そういうのをやってました。で、寝たのよ。9時半？ 10 時ぐらいにはね。早いよね。疲れてたんだけど 疲れてたんだけど、なんかそれで寝たの。で、さっき1時ぐらいに、まあ目が覚めて、お目々パッチリですよ、本当に。パッチリ。明日も仕事なんですけど、いやー、しかもこの状況で仕事正直、行きたくなーい。やだよー。本当に行きたくないよーっていう状態。でもね、行かなきゃだな。行かないとね、仕事に穴開くし。行くんだけど、明日は地下鉄移動かなー。っていうのと、もう、私ね、住んでるところが、自己紹介動画でもあげるんだけど、試されすぎた大地、北海道なのね。北海道がこんなに台風に見舞われることってないのよ。やばい。だからもう本当にみんな気をつけてね、台風ね。もうツイッター見る限りすっごいことになってるから。もうだから本当みんな気をつけていきましょう。ということで、今日はね、リント日記っていう形でちょっと
小言をね取らせていただきました。ということで以上リントでした。バイバーイ。またなんかこんな感じで小言動画上げていくと思います。よろしく。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。